うざい、嘘つき、ガチャ引かしてくんねえかも。男は絶対にパーティーにいたくないんだよな。危険ですので絶対に真似しないでください。なにこれ面白い、誰この台渋い。あれまあまあまあ。いや、これ課金するたびにワンタイムパスがゴリラの携帯に行くんだけど、俺がワンタイムパスを送るたびに無言で数字が送られてくる。会員登録完了と。つまりお前たちは世界の外から漂流してきたの。まあ最初ぐらいは見といた方がいいか。世界観がわけわかんなくなるし。お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまで。このキャラ使いたい。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。ギルティギアのあいつみたいなスキル、アスカみたいなスキル売ってる。双子から一人を選んでください。あ、男か女かって？女の子で、ありがとうございます。このキャラ欲しいな。見た目だけでもいいからコスプレさせてくんないかな、別キャラに。どうするつもり？よくも私のお兄ちゃんを。こうして見知らぬ神が私の兄ソラを連れ去っていった。そして私も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた私たちはここで囚われの身となった。うん、はい。果たしてそれから何年経ったのか私にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてこいつ突如として現れるんだ。パイも誰だおめえ。2ヶ月前あなたと出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもうとっくに溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張る。なんか助けたんだこいつも。絶対人間ではないよな、人型の何かだ。空飛んでるしな。まあでもなんか人もなんか元素がどうのとか言ってるぐらいだから人なんかな。でも見てる感じマジで大変そうだったんだよな。その要素はさ、キャラ、武器、あと生物。まあ多分生物ってのはノリ的に後半、まあ最初考えなくてよくて、まあ最終盤になってまあってなる感じだとは思うんだけど。でもやっぱさ、あったら気になるじゃんね。はい、何？ごめん、聞いてなかった。七福神？象は七神の象徴としてこの大陸に点在してるんだ。七つの元素の神のうち、これは風を司るものだな。ああ。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、ど風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。ああ、飛べるようになるのね。ありがとう。おい、どこに行くんだ？オイラのところに来てくれ。うるさい。嘘つき！そのまま泳げるって言ったじゃん。そのまま泳げるって言ったもん。本当にさっきまで泳げたんだもん。どうだ？この世界の元素を感じたか？うん、元素を感じる。どうやらお前は、あなたも元素に触れてみませんか？風の元素力を手に入れられるみたいだな。この世界の人が力を得るにはお前みたい。おかしいわ、神様にとって失礼だぞ。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で七神の中で風神を祀ってるんだ。へえ。心臓から力を得られるお前ならそこで神の手がかりを入手できるかもな。それとモンドには金融詩人がたくさんいるから、お兄さんの情報が手に入る
かもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。この世界の元素はお前の祈りに応えた、いい兆しだとオイラは思うぞ。これは七天神像にもらった風元素の力だ。へえ、こんな簡単にくれるんだ。おお、なんだあれ。はっ、でかっ。でっかいやつが空を飛んでるぞ。てか弱っ。おい、ガチャ引かしてくんねえか、もう。もうガチャ引かしてくんねえか。わあ、でもこれ、どうなんだろうな。やっぱ俺、苦労して勝つのがいいんだよな。貫突したらやべえことになると思うんだよな。ポチポチカチ、ポチ、パン、ドン、ダン、ドーンってなる気すんだよな。へえ、かわいい。怖がらないで、安心して。何これ、鳥かな。僕は帰ってきたよ。かわいい。あいつドラゴンと話してる。ああ、鳥だ。うわあ、誰。羽いっぱいついてる鳥。髪が抜けなくてよかった。あのドラゴンと話してたやつが普通じゃん。あの石近く、文章短いから飛ばしてもいけるな。こんな石危ないってことだけはわかるな。絶対わかんなくなる。とりあえず回収してみます。まあでも俺やっぱこの手のゲームにそんなにストーリーは求めてないんだよな。戦闘が面白かったからね。やっぱ戦闘したい。これが噂に聞く風神の方々ですね。こんにちは。偵察騎士アンバー、普通に味方になったけど。ねえ、得体の知れない旅人さん、何しにモンドへ。何しに来たんでしょうね。オイラはこいつと一緒にその兄を探してるんだ。でも俺は兄なんかどうでもよくてな。兄を連れ去ったやつを倒せればどうでもいいんだ。いやー、できればなー。さっきはちょっとさすがに選ばれた、限られたキャラの中で選ばなきゃいけなかったからちょっとあれだったけど、できればもう男は絶対にパーティーにいたくないんだよな俺。士気が下がる俺の。まあでもあの感じでいけるんだったらまあ別にいいだろ。やっぱ強いキャラを入れるんじゃなくて好きなキャラでいこうか。だから主人公も普通に可愛いんだよな。それでじゃあ、これで飛べるようになるのか。え？よしよし、なんか説明が急に出てきて、なんか変なカクッってなった。危険ですので絶対に真似しないでくださいって書いてある。大事。まあ昔はこういうことを大真面目にしてた大人たちがいるぐらいですからね。子供がやってもおかしくない。冷静すぎだろ。兄ちゃんさらったやつよか、弱そうって感じなんかな。ほら余裕こいてっから。翼を授ける。風の翼ってこんなに長時間飛行できるのか。はあ、こいつこんなに落ちないように僕が千年の竜風に助けてもらったんだ。謎の声きた。お、あ、なにこれ面白い。風を集中させるんだ。いや、こいつこんな図体でレベル10かよ。
カズラ、今何キロ？鳥人間コンテスト。大丈夫？ジンさん？巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、男か、それとも新たな嵐となるか。ガイア先輩。ガイアかよ、お前ガイアだったのか。へえ、こいつ偉いやつあったんだ。ウケるな。ここが騎士団の本部みたいだな。入るか。入るよ。ん？これ誰？俺？違うよな、可愛くね。ジン、熱すぎよ。こいつがジン。迎えるって話じゃなかった。なんだよジンって言うから、フィナーレみてえな見た目のやつ想像してたら。なるべく早く。おめえジンなんだかよ。必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。なんか変な歩き方しながら銃持ってカクカクしてんのかと思ったわ。ワン、ツー。と。ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。私は代理団長のジン、はい、こちらはリサ、騎士団の図書館。あれこいつもいたよな。かわいいわね。私たちの目標は。やべ、ちょっと待って、今のはちょっとあれだった。ああ、はいはい、4つね。わからないんだけど。あとでまた聞こう。暴風が猛威、この災害。基本的にポンコツキャラで行くことにします。なんかとりあえず、ふんまりゅうがブワーやってて、もう元素がもういい、ぐわーなってて、もう気分悪いから、なんか4つぐらい神殿回って、なんとかしようぜ、みたいな、なんかそういうノリ。あ、ノエルじゃん。初回で必ず、あ、確定でもらえんのと。私はノエル。セピロス騎士団のメイドです。ノエルいいじゃん。マジ、クロリンはさすがにいるっしょ。1クロ引いとくか。はい、ダメな色と。なんで俺スマホゲーとかマジで課金するとき抵抗あるのに、配信で PC 画面でやってるとこんなに抵抗なくなるんだろうな。はい、ダメな色と。てか、こうやって見ると、欲しいキャラを引こうとしたときって、いつでも引けないんだな。ピックアップされてないとマジで狙う気大きいんでしょ？だってこれ。え、これって、またそのクロリンがピックアップされるときって、まあ、いつか来るの？半年から一年。へえ。まあ、それは確かに今欲しいってならあな。今手に入れんかったらそうなんのか。それ結構きついね。はい、来た！レチゴー。あたしはディシア。誰？あんたの雇いたがってた傭兵だ。うわ、ここに来て知らねえ女来たー。まあ、でも女だしいいか。とりあえずクロリンがいないことには何も始まらない。ん？これって金の天井、ん？金が出た、今金出たから、そのタイミングで一回これ、あれ？リセット？だよね。あ、次光ったら確定なんだ。へえ、そうなんだ。光らんなー。うわ、この台渋い。あ、意外と渋くなくね？何回目これ？わーい。1、2がなんか雑に強そうなんだよ。1、2がマジ雑に強そうなんだよな。なんかこっからは、まあ強くなるけど、まあまあ、こだわる人だけやってね。みてえな。まあ、これ渋い。最後のはちょっと強いかもしんないけど。あ、中間のはまあまあまあ、まあ強いんだけどね。みたいな感じだけど、この二つマージで雑に強そう。こっちが俺の専用武器？色合い的に。まあ一個ぐらいはね。普通にキャラ出るやん。あー。少年系ね。このアイコンは可愛いんだけどな。あれ？あれ？まあ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 。ちょ、一旦ね。気づいたら、金が、やべ。ちょ、待って、なんかワンタイムパスワード送ったから認証しろって言われた。もうなんかさ、一回手出した後がさ、いや、これ課金するたびにワンタイムパスが、ゴリラの携帯に行くんだけど、俺がワンタイムパスを送るたびに、無言で数字だけが送られてくる。ちょ、さすがに2回でとどめとくか。ちょっと待って。燃えて！
男しか電子。ああ、もうちょい、えって。ちょ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 、待て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 、これ何連目？これ何連目これ。あれ俺ガチャ上手かったはずなんだけど。お、あ、フィッシュじゃん。1、2、3。あ？あ？なんか2個出てね。気持ちいい。あ、あの川上内閣府特命担当大臣ですけど、なんかガチャについて質問ありますか？なんかありますか？何でも教えますよ。引き方教えますよ。あ、俺が2枚抜きした武器どれ？あ、これか。これがあの2つ持ってるやつね。俺が1回で2回引いたやつね。これどうやって俺が1回で2回引いたやつ強化するの？静電。ありがとうございます。まあこいつね、強くてめっちゃ好きだけど、俺正直見た目あんま好きじゃないんだよ。なぜかっていうと、帽子が気に食わないから。うわー、こいつがもうちょっとデカ女だったらなー。こんぐらいのデカ女感でこれだったらなー。で、髪がもうちょっと長くてツインテールじゃなかったらなー。別キャラかそれ。こいつ移動が楽なのもよくね。おー、こいつの攻撃かっけえ、なんか。ちょっとしたトリック。ちょっとしたトリック。なんだあれ。おい、くだらねえことで俺を呼び止めたんだったら許さねえぞ。キャラの HP 上限。いる？なにこれ、なにこれ、なにこれ、なにき、なにき、なにきやねーん。